この時間は京都サンガ FC 対北海道コンサドーレ札幌、こちらをご覧いただきます。スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、今日 4-3-3 のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあ、これアンカーをどこに置くのかということになろうかと思うんですが、これどうご覧になりますか。そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、はい、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。そこのポイントになるのはサイドバックが上がれるということですね、はい、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということになりますよね。まあ、でも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、下がらなければいけないというところがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい、京都のキックオフでスタート。京都サンガ FC 対北海道コンサドーレ札幌、サイドを紹介です。左から右に京都、反対側右のエンドからが札幌となります。松田ルーズボール、プレスからボールがこぼれる、裏のスペースを狙う、これをカットします。福田、川崎、宮本、大きく縦へ、松田スルーパスを出す、これいいでしょ、これはチャンスだ、シュート、いや頼もしいですよね、これ止めちゃうわけですからね、まさに守護神ですよね。長いボールを送ります、スルーパス、さあ鈴木スルーパスを狙う、ここはキーパー処理しました、縦へ送る、さあカウンターのチャンスになります。岡村、ここはカットします、柔らかいボール、さあ鈴木かわした、さあつながるか、クロスをセンター頭、このヘッドを報われませんでした。松田裏へのスルーパス、いいボールだ、さあ来たか、いけるか、これはどうだ、さあどうだ、クロス、お頭で来た、止めた、いやーキーパー素晴らしいですね、いい仕事しましたよね。札幌は先ほどから前線の選手が下がってきていますけれども、北澤さん、これはどのような意図があるんでしょうか。まあ、相手ディフェンスを引っ張ってくると同時に自分が攻撃の中心になれるということですよね、はい、相手を背負ってキープしつつ前を向ける力が必要なので、この能力がある選手しかできない。これはどうだ、シュート、菅野、いやーファインセーブでしたね。いや今のは決められてもおかしくないでしょうね、ファインセーブですね。好セーブを見せました菅野、コーナーキックのチャンスになります。ボールが上がる、キーパーどうだ、お前危ないところでしたが、シュート、反転してのシュートでした。宮本、近藤、鈴木、お前へ、馬場、鈴木、原野へ、馬場、さあどうする、チャンスを演出できるか、もういい形ですよ、さあどうだ、スタンド、素晴らしい反応でした。いやよく飛びましたね、ファインプレーでしょうね。この場面でスーパーセーブです。ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。コーナーキックです。このコーナーはどうだ、ボールが上がる、おいい形ですよ、さあどうだ、ショートシュート、おー、カット、いや決定的でしたね、鈴木、さらにいった、決まった、先制、コンサドーレ、いやいやよく詰めていましたね。
いやポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が把握できてないとここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。相手の隙を見逃さずうまくついた形でしたね。やっぱり高い位置で奪えばこういったチャンスは生まれてきますよね。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いや素晴らしい展開でしたし迷いがなかったですよね。さあ1対0先制ゴールが決まりました。札幌もう1点取ることによって試合の進め方、こうメンタリティの部分大きく違いますからね。はい、ポールのがこのパス上げる、セーブ。うわ平戸へのボールどうする。さあ松田丁寧に足元を使う、中に入れる。わずかに届きません。トップで収まればねシュートまで行けた時でしたけどね。ここで前半の45分が終了しました。45分間戦って1対0。さあまずは最初の45分を終えました。京都としては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですからしっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね。京都サンガ FC 対北海道コンサドーレ札幌、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半参りましょう。京都としてはまだ時間がありますからね、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。どうだクロス、このクリアボール拾いたい。原野いいプレッシャー、原、川崎ロングフィードで狙う、ここでいいでしょ。さあカウンターを仕掛けます。いけるか。ここはオフサイドありません。あら今の飛び出しのタイミングっていうのは、いやいいんじゃないでしょうかね。これを繰り返すことが大事ですよね。ズガがこれはファールを取られました。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。さあフリーキックのチャンス、どうだ、ここ拾って次につなげたい。札幌鈴木菅スルーパスを狙う。さあカウンターのチャンスになります。砂から長谷川、これ出るか、これはどうだ、シュート、ディッソリア平戸、さあ右へ預けて、ここは通しません。原野組み立てながら攻め上がっていく、来た、ディドラクッソンユー、すごい反応を見せました。いやいい反応ですよね。ファインセーブですよね。これはこのピンチよく防ぎました。コーナーキックのチャンスになります。コーナーはどうだ、ボールが上がる、頭止めた、カット、残ってる、残ってる、追加点、コンサドーレこれで差は2ゴールになりました。いやよく反応しましたね。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったボールになりましたよね。一気に落ち着いてましたね。ディフェンスの寄せに合っていたんですがモノトロセジシュートゴールでした。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。京都はここで選手を変えます。さあ京都同時に2人の選手が入れ替わります。さあ札幌さらに1点を追加し2対0としています。
札幌としてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね、札幌がかなり裏へのスルーパスを警戒しているみたいですよね。先ほどからディフェンス陣が相手選手に対して少し距離を置くように守備をしてますよね。なるほど、確かにスルーパスに備えているっていうような印象ですね。まあディフェンダーとしては自分のゴールに背を向けて守れているうちは割と安全なんですけどもね、うん、その逆は失点やファウルのリスクが高まるピンチのシーンがほとんどですからね、はい、とにかく裏に抜け出されないようなポジショニングを心がけるような指示があったんですよね。ポジションが全てっていうところですね。そうですね、プレスからボールがこぼれる、一旦間合いを取る宮吉、ここはいいプレスで奪います。ここでファールがありました。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。今大事な時間帯ですよね。もう少しゲームを動かすならハードなプレッシャーをかけていった方がいいですけどね。それからシュートで終わるイメージを持ちたいところですよね。札幌は選手交代のようです。大きく縦へ、ここで受けてサイドを使います。原、プレッシャー、長いボール縦へ、さあどうする、縦へのボール、このボールはカットされます。原の砂から縦へのボール、佐藤、鈴木、さあカウンタースピードを上げたいところ、キーパーからのロングフィード、とこれはつながりません。田村、一呼吸を置きます。原野、鈴木、スペースを狙う、このパスはキーパーへ、原野、鈴木、チャンスを演出できるか、宮吉、試合終了、2対0、京都残念ながら負けとなりました。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。京都としてはこうするんだっていう一つの指針のようなものが見えませんでしたよね。ですから何かちぐはぐになってしまうという形から抜け出すことができませんでしたよね。はい、そうですね、そろそろお別れの時間となります。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。京都が2対0で敗れています。